かったな。本当にさ、カブトムシ探し、一緒に探してくれたけどさ、何もそうだね。そうそうそう。だから今回本当なんか俺らラッキーだね。いろんな人たちにさ、助けてもらってさ。まあ今回はそのアンヘルス、まあ、戻るんだけど、これは決して挫折ではなくて、一回やっぱ俺らその装備の見直しだったりとかさ、持ってったライトが全部 LED だったじゃん。唯一 LED じゃないと思ってたライトも LED で蒸し集まんのさ。あとね、やっぱフィリピンのライトが全部 LED になってる。そうそうそう、あの奥多摩と一緒だよね、東京のさ。そう、だから虫が集まらない、集まらないようになってるもんね。もうほら、その辺のさ、家とかも全部 LED のさ、そこだよね。まあ、あとやっぱね、圧倒的にさ、その俺らの情報不足、もう行けばなんとかなるっていう精神でさ、まあ結果ね、ほら、大物捕まえられなかったけど、まあ、1回目、これ、ルソン島北部のカブトムシ調査、1回目終了ってことで、まあ、2回目、3回目ってまあ続くと思うんで、まあ、その昆虫が出てるシーズンの間は、本当に諦めずに、やっぱほら、救なくてもさ、やっぱさ、その俺らがさ、大物っていうか、昆虫を見つけてさ、喜ぶ、まあ、おっさんの俺らが喜んでる姿をさ、見て楽しんでる人たちもいるわけで、やると思うんだよ、あれなんだよ。実際にさ、現地行ってさ、知ることの方が多いわけじゃん。まあ、そのバナナトラップが通用しなかったとかさ。あと、バナナトラップっていうの、いや、わかんないよ。まだ俺はやりたいけどさ。日本ではだって、バナナトラップをガンガン捕まえてたわけだし。あと、動画採集も。いや、ほら、ずれてるんだよ。早くしてよ、もう。投げよ、もうその話投げよ、もう早くしてるっすよ、もう。とりあえず、じゃあ、まとめるわ。まとめるでしょ、お前。そういうの早くして、もう疲れてんだよ、俺。こっちもう腹筋やべえからさ、本当に触ってみろ、お前。早くしよう。とりあえず一回アンヘ戻って、もう作戦見直し、立て直し。で、7月、ほら、やっぱ本格的にセブとかみんなの行くんだからさ、もうこう LED とかさ、あんなんで言っても小学校だし、懐中電灯を普通のノーマルやつくらさ、まあ、だからそこら辺はちょっと精査して、見つめてさ、で次セブ行った時に同じ間違いっていうか過ちを起こさないような、必ずさ捕まえられるような万全な体制で行かないと、まあ、この後は、アンヘ一回戻ってから、装備ちゃんとしっかりさ揃えて、でその後は、ミンドロ、ミンドロ島のビラバーの攻撃、そこら辺はミンドロ島あたりに住みたいと思います、で7月は、そう、まあ、それで、ミンダロ、いいんだよ、セブミンダロで、で、その、セブミンダロ行って、住みたいと思います、ケン君、ただいま。お疲れです。いやすげえタフな旅だったよ、マジで。今来たんです。今、俺、どうでした見てないんかい動画見てないんかい見てる。見てないでしょ。現実だから、本当に。昆虫編スタートしてからさ、視聴率すげえ減ったじゃん。視聴率減ったしさ、これが現実です。わかりました、いいですよ。お父さんに言いつけてやる。俺ら前もさ、挫折して帰ってきたとか思われたくないってしたじゃん。まあ、挫折したの？いや、挫折はしてないです。まあ、一回作戦練り直しっすね、思ってる。そうそう。あのままいても、時間の無駄っていうか、もう装備が乏しいんで。一時で。まあ、あとライトを探しにアンヘルスに戻ってきました。まあ、あとはやっぱこのケン君のラーメンやっぱ食べないとさ、本当このケン君のラーメン本当恋しくて帰ってきたね。金曜日吉成さんに会うよ。マジですか？これから彦隆さんに会いに SM モールケン君と一緒に行ってきます。はい。はい、でなんか隆さんがさ、まあ、この辺でこのアンヘルスの近くで。カブトムシ見たよっていう情報をくれたんで、まあ、それ確かめに行くのと、あとはこれ前回さ、俺らカブトムシ第1回目カブトムシ遠征ツアー行ったじゃん、でその時にやっぱ大物っていうかアトラスカブトとかさ、他の大物を昆虫捕まえれなかった要因として、その、圧倒的なさ、フィリピンでの
カブトムシとか昆虫採集の経験不足、情報量不足、ね、うん、であとはあの装備不足だよね、まあ、とりあえず、まあ、装備が本当に乏しいんで乏しかったんで、まあ、これから、テントとライト探しに SM モールに戻ります、はい、じゃあ高橋さんです。はい、で高橋さんは、まあ、僕ら、まあ、今回初めてじゃなくて何度もお会いしていますね、はい、番組だったりとかで、で今回、前回カブトムシツアー行く前に高橋さんからマバルカットでもカブトムシ撮れるよって言って、写真を送ってくれたわけじゃないですか、はいはいはい、あれってどの辺で撮れたんですか。あれね、僕が朝起きてそこに出たら子供が、はい、そのカブトムシに、なんだろう、紐でしまって遊んでたんですけど、はいはいはい、これどうしたんだって聞いたら、裏で撮れたって言うんで、すぐに送りました。まあ、だからもう本当に、だからここの近くでも全然いるってことから、で今度、その子供にどこで撮れたのかと、あと一緒になんかそのカブトムシを探しに行きたいんですけど、はいはい、高橋さんの家に遊びに行っていいですか。あ、全然大丈夫ですよ、いつでも。あ、いいですか。はいはいはい、ありがとうございます。どうぞ来てください、ありがとうございます。次回高橋さんの家でカブトムシ散策したいと思います。はい、はい、じゃあその時はお願いします。はい、よろしくお願いします。意味ない。はい、本当に LED ライトすらない。これこの間買ったやつでもダメだった。これは LED だったか。どうする、まあ、とりあえずちょっと、まあ、ここにはないってことで、はい、1099。え、ペソ。あ、1000ペソね。こういうやつ、いいね、これいいね、うん、野外線には持ってこいで、2人入れるし、うん、これかい、まあ、後で買おう、まあ、もっと見てみようか、うん、もうちょっとコンパクトになったら